うどんそばだ。ゴールデンウィーク後半に入り、多くの人でにぎわう観光地京都。コロナ禍が明け、外国人観光客が回復する一方で、再び深刻となっているのがオーバーツーリズムです。バス停には長蛇の列ができています。市バスは混雑し、数本待たないとバスに乗れない人たちも。またタクシー不足も問題となっていて、その解消のため京都市内では先月から全国に先駆けて一般のドライバーが有料で客を乗せるライドシェアが解禁となりました。外国人観光客に加え、バスの混雑を避け利用する地元の人も多いといいます。しかし、一般のドライバーの方っていうのをやはりメインにしていくのに、さまざまな求人をかけたりとか、いろんな手法で人を集めるんですけど、運転手、担い手の、その担い手がまだ足りない。一方、観光地嵐山では、観光客が歩道から車道にはみ出してしまっています。歩道に人があふれているため、道路にはみ出し歩く人や車の間を縫って道路を横断する人の姿まで。この道は渡月橋の前から竹林などに続く目抜き通り。京都市は歩行者と自動車の事故を防ぐため、およそ20年前から土日祝日に限って車両を北向きの一方通行にする取り組みを行っていますが、観光客の増加を受け、去年11月に平日も含め通行止めにする実証実験を行いました。地域住民と商店街側で設けられた話し合いの場では、観光客の安全確保のためには歩行者天国などの交通規制は必要だ。車両通行禁止にすることで、他の場所で混雑したり渋滞したりするので住民には迷惑だ。高齢者にとって一方通行はバスに乗ることができず困る。その地域住民の方が不満を持ったままといいますか、見切り発車的なことはやっぱりできない、ね、最終的にはもう観光客来てくれるなみたいな地域になってしまったら元も子もありませんので、地域住民の方がちゃんと理解していただけるような方法があるんじゃないかなと。観光客と地域住民との軋轢が顕著になっているのが、嵐山と並ぶ人気の観光地祇園です。店舗と民家が並ぶ小袖小路と呼ばれるおよそ100メートルほどの路地、風情ある街並みで、あるネットドラマの舞台にもなった細い路地ですが、今月中にも観光客の通行が禁止され、違反者には1万円の罰金が課される予定となっています。もう観光客がこの路地に20人、30人、特に流れてくれればいいんですけれども、滞留して説明しだす、そうなるともうお家からは出られない状態になりますし、あとはもちろん騒音もありますし、その辺が一番の問題点でした。ここは公道ではなく地区が管理する市道。すでに迷惑行為が相次ぎ、撮影などは禁止されていましたが、これまでは地域住民の行為で通り抜けることはできました。しかし、地域住民からの苦情が多数寄せられて、この対応に踏み切ったといいます。ただ、観光客が市道に足を踏み入れてしまう理由も。祇園の花見工事から伸びます、こちらの道は公道になるんですが、南に移動しまして、同じような道幅のこちらの道は市道になるんです。祇園には小袖小路の他にも市道が。地区の協議会は今後、観光客にも分かりやすいように看板を設置し、通行を禁止していく方針とのことです。ここの地域に関しては観光客相手のお土産物屋さんが皆無、もちろんレストランも皆無、僕らここに住んでいる者としてはこのエリアは観光地とは思ってないんですね。京都市内で混雑している場所いろいろありますけども、それぞれやはり何らかの違う課題を抱えているんですよね。ですので京都市もここでやはり対策を取っていただきたいなと思います。
京都各地で深刻となっているオーバーツーリズムの問題。観光と住民の暮らしの両立はできるのか、模索は続いています。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。